ル学園応援部のアップルティータイム。はい、今週の担当はアップル学園応援部リーダーリサピョンと、はい、元祖作詞出身のセルナと、はい、練習生で上田出身鈴鹿と、同じく練習生で作詞出身の葉月です。はい、若干ハモってましたけど、はい、今ね打ち合わせ通りね、同じくってとこがなんかハモってて、すごいなんか歌ですかみたいな感じで、ね、そうですね、面白かったし、はい、あれでよかった。今回はね4人でまた楽しくお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、そんな感じでですね、うん、練習生の2人は今日で何回目？2回目か、はい、そっか、まだ2回目か、はい、2回目か、うん、この間もあれだ、ゆうかと、はい、あの、はい、かなこが出た、来てくれて2回目だったのか。そうですね、そっか、そうだ、みんな徐々にね、はい、ラジオに出て、はい、どうですか、はい、慣れました？緊張してる？いや、まだちょっと緊張してる。そうだよね、2回目にしてもう慣れたとか言われたらどうしようどうしようって思う。ねえ、でもステージもさ、もう結構何回も出てるわけじゃん。あ、はい、どう、ステージは慣れた？あ、ステージはだいぶ慣れました。そうだよね、もう10回以上出てるよね、はい、そうですね、そうだよね、うん、いやどうよ、はずきちゃん。緊張しますね緊張してるもんね。そう、なんかね隣からでもねひしひし伝わるよ。なんか、うん、私何喋っていいんだろうみたいな思ったことどんどん口に出そう、そう、はい、ね、はい、変なこと言っちゃダメだよ、でも思っててもなんかいやらしいこととか言っちゃダメだよ、分かった？はい、結構ね、はい、いやらしいんで、あの、あずきちゃんは、ね、結構やばいですね、ちょっとやばい感じ。誰も否定しなかったよ。どうする？やばいんで、あのこの子の写真、あの携帯に入ってる写真やばいんで、うん、やばいですよ、やばいんで。あらあら、私そこまで知らなかったので、後でちょっと見させていただこうかな。はい、まあね、はい、ということで、この番組は長野県のご当地アイドルアップル学園応援部が、元気と明日への活力をお届けします。私たちと楽しいティータイムのひとときをお過ごしください。はい、はい、ここで今週のトークテーマを発表します。はい、今週はじゃ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 、アップル学園お悩み相談室です。イエーイ。はい、4月もね、もう中盤になりました。はい、はい、結構多分生活が変わった人ね、周りの新生活が始まった人とか環境が変わった人も多いはずということで、はい、悩み事もね多分出てきてるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひ、私たちがね、あの解決しちゃおうかなと思います。はい、そんな皆さんの悩める悩みを、悩みを、おかしい悩みを、まあ小さい悩みでもどんどん送ってきてください。はい、アップル学園的な感じで、そうですね、的な学園風な感じで、あの解決させていただきますので、ぜひ送ってきてください。はい、送り先メールアドレスは fmsaku@valley.ne.jp、 fmsaku@valley.ne.jp です。 FM さく平さんのホームページから簡単に送ることができます。ぜひ送ってきてください。ホームページにアクセスしますと、はいはい、今私たちが放送しているこの動画が見れますので、ぜひユーストリームの方でも見てください。はい、はい、たくさんのメッセージお待ちしております。はい、待ってます。ということで、まずじゃあ1曲目聴いていただきたいと思います。はいはい、アップル学園応援部で燃えてつわもの。
ップル学園応援部の生活日記。はい、このコーナーではメンバーのプライベートやアップル学園応援部のライブレポートなどを紹介します。はい、はい、ライブといえば4月13日、はい、日曜日にありましたね。ありましたね、はい、今回はね100人超えるためにめちゃくちゃ頑張ってたんですけど、はい、はいはい、ちょっとね達成はできなかったんですけど、惜しかった、はい、結構多くの人に来ていただいて、はい、本当楽しいライブになりました。今年3回目のこのライブでしたけど、そう3回目、3回目か、はい、いかがでしたか、すーちゃんは。いや結構ホームライブもう5回目、うん、出るの、あ出るのがねぐらいなんですけど、すーちゃんが出るのとか、はい、結構慣れてきて、結構来てくれたお客さんとかもとも仲良くなれたし、お、よかった、うん、はい、そういうところが自分成長したなって思います。おお、でもすーちゃんは本当になんかこうなんだろう、ファンの人と仲良くなるの早いよね、うん、そうですか、うん、あ、自分だとか言って人見知りがないよね。え、人見知りがないよね。あ、結構誰とでも喋ってるよね。多分そうですね、多分葉月は逆にさ、なんか引っ込み思案な感じだからさ、お客さんと話してる少しなの。慣れるとすっごいいっぱい話してくるんですけどね。あ、そうなんだ、うん、仲良くなってもらいたいね、早くね。そうですね、ぜひ皆さんも仲良くなってあげてください、うん、今日も外にね、皆さん来てくださってます、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、プライベートではさ、どんなことしてるの、葉月は。どんなこと、うん、なんか気になるよね、うん、葉月何してる、うん、何してるの、なんか葉月みたいに静かな子っていうかさ、うん、家で何してるの、だいたい休みの日とか。え、休みはだいたい友達と遊び、遊んでるんだ。遊んでるんだ。普通になんか、なんだろう、なんだっけ、ジャスコみたいなそういうショッピングモールみたいなとこ行ったりするの。あー、カラオケか。カラオケ、何歌うの。え、ボカロ。あー、ボカロ、はい、ジャニーズは歌わないの。低いんで、ちょっと低いんで歌えないの。あ、そうなんだ、うん、でも意外とさ、なんか好きなやつが男性の曲でも歌っちゃう、私は。おお、うん、だってすっごい高く歌うんだよ。あ、そう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 、チャラヘッチャラとかすごい高く高いんだよ。そう、すごいっていう感じですけど、せいなちゃん最近プライベートどうですか。プライベートですか、うん、なんだろう、でもなんか歌とか覚えなくちゃいけないのが多くて、歌いすぎてちょっと喉がやられてます。お、そんなせいなちゃん、はい、ね、今ちょっとチラッと曲を覚えなきゃいけないって言ってたんですけど、はい、この間ホームライブで重大発表がありました。はい、一つ、その一つ重大発表の一つはセレナちゃんのあれですよね。あれです、はい、東京進出ということで。そうなんです、2月からオーディション、はい、光月美久さんという東京で活動している方の、妹オーディションが開催されてまして、うん、まあ、それに私も応募してたんですけど、はい、なんと合格しました。おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいよね、合格すると思わなかったんですよ。なんかすごい人数の中から選ばれたんでしょ、はい、うん、すごいびっくりでした、自分でも。おめでとうございます、はい、それでですね、私の襲名ライブが4月の27日にあるので、はい、もしよかったら皆さん来てください、ね、東京なんですけどね、ぜひ来てください、はい、普通にアップル学園を卒業するわけではなくて、はい、アップル学園の中では、3期生のセレナとしても活動して、はい、長野でも活動していくんですけど、うん、東京では、光月セレナという名前で、はい、これからね活動していくんだよね。はい、そうです、はい、アップルの楽曲じゃなくてセレナの違う歌とかダンスとかでね、はい、盛り上げていきますので、ぜひ皆さん応援してあげてください。お願いします。はい、そして、もう一個重大発表があったんだよね。そうなんですよ、はい、はい、私たちの2期生の子なんですけど、はい、ひかりちゃんが今回、はいはい、卒業するということで。そうなんです、4月いっぱいでね、はい、卒業になります、はい、光の最後のステージが4月26日にありますので、はい、ぜひ皆さん来てあげてください。お願いします、ね、そんな感じでいろんな発表もあったりして、はい、結構なんかドキドキしてた私は。そうですね私は全てを知ってるから、はい、光の卒業のこともセレナの、はい、東京の活動のことも知ってるから、なんかこうみんなに言ったらどういう反応が返ってくるのかなっていうのが。そうなんですよね、はい、毎回のことなんだけど、私は毎回みんなの卒業を知っててみんなに報告するから、はい、メンバーも知らなかったじゃん、最後の最後まで、はいはい、びっくりしたでしょ、はい、しし初めてだよね、誰かが卒業するっていうのは。メンバーそうですね、はい、どうよ、先輩が卒業しちゃうっていうのは。もう聞いた瞬間、うん、えってなったんですよ。なるよね、はい、ね、もうそれしかちょっと出てこなかったんですよ。なんか
セレナも今まで結構ね経験してきたけどね、はい、そうなんです。でもなんかこうやって経験してくると、うん、必要かなっていう感ついてくるのもあるんですよ。だんだんね、はい、でもなんか違う報告だとかだと思ったんですよね、うん、なんか新しいユニットできるとか、うん、そういう重大発表だと思ったからびっくりでした、うんうんうん、自分もすごい緊張したんですよ、うん、なんかその自分の功績、自分のこともあるしね、はい、なんかどんな反応返ってくるんだろうみたいな。そうだよね。そう、でもなんかみんなあおめでとうって言ってくれたから、うん、よかったです。よかった。はい、でも私もなんかやっぱりひーちゃんの卒業はなんか、はい、やっぱり結構長い期間やってきたから、うん、すごいそのメンバーが卒業するっていうのが、うん、なんかすごいなんだろう、なんていうのかな、なんかやっぱり寂しいよね。そうですね、うん、なんかリーダーからするとやっぱり大丈夫かなとか思っちゃうし、うん、やっぱりアップル学園がこれからね存続していくのに新しい子を育てなきゃっていうそういうのとすごいなんかこうありますね。で最後ねクローバーってことが言えなくなっちゃったんだよそう、次の曲聴いてくださいクローバーって言おうと思ってるんだけど言えなくなっちゃって胸が詰まっちゃって、はい、あれはちょっと困りましたね。でまたみんなが頑張ってとか言うんですよ泣けるもうあれはちょっと厳しかったですね、はい、まあでもそんな卒業式はね26日にあるんですけどね、はい、ちゃん最後のステージになったんだ、はい、演劇は、はい、やっぱ演劇っていう場所はなんかすごい大切な場所だから、うんね、そうですね。なんかありますね。なんかありますね。でもね、これからまたいろいろね、うん、新生アップル学園とかなっていったりして、はい、成長してレベルアップしていきたいなと思います。はい、はい、そうですね。先輩がいなくなった穴を埋めてってください。どんどん埋めてください。頑張ります。はい、頑張ります。そんな感じですかね。はい。ホームライブ、あでも野菜王国やったんじゃん。あ、練習生だけでやったんだ。はい、やりました、ね。どうだった？もう最後の最後まで怒られて、うん、やっとやったーなって、ね、まあ良かったと思います、うん、ちょっとほっとしました、はい、終わった後、うん、なんか今回めっちゃ私は叱ったんだよ練習生のことを、はいうん、もうねなんか毎週毎週違うんだよね、なんだろう、うん、いい人いい週と悪い週がすごい、はい、ありますね。練習に来るたびに練習生がいい風に変わったり悪く変わったりするわけですよ、うん、で本当リハーサルの時にさ練習生が踊った時に、はい、おいこれで大丈夫かよってすごい叱っちゃったんだけどみんなのことを、はい、でもそれはや本番しっかりやってくれるだろうなって思ってたから、そしたらさ、はい、しっかりやってくれたからさ、はい、バッチリね決めてきたね、はいはい、みんなからの反応も良かったんでね、よかったよね。ありがとうございます。皆さんからもよかったよっていうね、うん、反応だったからすごい嬉しかったです。私もだってあれですよね、最後の最後まで3期生出るか出ないかみたいなでも私たち次の曲あるから出れないですってなって、そうそうそう、練習生頑張れみたいな、そう、なんか3期を出すか出さないかみたいなね、はい、でも練習生だけでやっぱ頑張ってくれたので、はい、よかったと思います。ありがとうございます、ね、そんな練習生がねどんどん成長してくれれば、はい、すごいさらにいいアップル学園になるかと思います。頑張って早く正規メンバーになってください。はい、頑張ります。こんな感じですけど、じゃあ最後プライベートトーク、なんか最近ましたセレナちゃんはね歌とか覚えるの今大変だよね、はい、だってもう一個ツイキャスにハマってて、あーツイキャスねめっちゃやってる楽しいツイキャスか、好き、ツイキャス見るの好き、でも見方がよくわかんないんですよねあ、じゃああんまスーちゃんは知らない感じ、はい、全然わかんないです。あ、そうなの、今度教えてあげるよありがとうございます。アップル学園でもさやったことあるじゃん、はい、ありますね。結構楽しいよね、楽しい、生放送っていうのはね、はい、面白いですね。はずきちゃんは最近カラオケ行く感じですか？はい、そうですだけど、はちゃんはカラオケしかしないっていう印象しかないです、私は。じゃあ、あ、確かに今はずきは隠し撮りしかしないそれだけですよ、私の中で。隠し撮りするよね、うん、でも私されたことないと思う。多分されてますよ。多分されてますよ。本当に結構入ってます。怖いんだけどちょっと後で携帯見せてください、はい、鈴鹿は、なんだろう、あ、でもこの間カラオケ行ってきました。あ、昨日この間っつうか昨日じゃん、いいじゃん、はい、カラオケ何歌うの、すーちゃんは。なんだろう、あれしようかなとか、アンパンマンでしょ。あアンパンマンは決めそうつまんないんだけど、なになに、レイカさんですよ。あー、そういうことね。なんか変なのが流行ってるんだよね変なのとか、カラオケ野菜王国、若いものの中で。
そう、野菜王国入ってるんですよ実は、うん、そうなんだ。そう、あの違う感じだけど、うちらとは違う感じなんですけど、あ、野菜野菜みたいな感じで入ってる、あの歌のお姉さんみたいな、野菜野菜。そうそう、今ちょうどねバックで流れてる BGM で流れてる野菜王国なんですけど、はい、そんな野菜王国も入っておりますので、ぜひ皆さんカラオケで歌ってみてください。お願いします。はい、はい、じゃあそんな感じでここで1曲挟みたいと思います、はい。もうね桜咲いてきてるよね。そうですね、上田とか満開です、はい、うん、この曲聴いていただきたいと思います。千本桜。
アップル学園応援部の放課後おしゃべりタイム。毎回テーマを設けて女子の本音、アイドルの本音を語る時間です。今回の、トークテーマはお悩み相談室です。はい、はい、お悩み相談来てるかな、来てるかな、はい、あ、その前にみんなのお悩みは何かあるんですか。セレナちゃんお悩み。私なんかあの昔は高い声が出たんですけど、うん、最近なんか高い声が出なくなってきちゃって。あ、そうなの。難しいです。酒焼け違う、違います。でもあの喉にいいといえば、はい、あの蜂蜜とかあの飴とかいいと思いますけど。そうですね、うん、あのなんだろうな、喉に直接蜂蜜を流し込むと。流し込む、いいっていう。あとネギ巻く、あの長ネギを巻くっていうの。巻く、めっちゃ臭いけど。巻くんですか。え、なんか巻けない。巻けるよ。あの長ネギをあの表面の、はい、あの薄い皮を剥ぐというか、剥いで、でそれ匂うじゃん。だからタオルとかで巻いて、あったかいタオルとかで巻いて巻くの。そうするといいらしいですよ。やだ。まあ、でもさ、今はさ、いいのあるじゃ ん。そうですね、お茶とかいろいろあるし、なんか水とか、いい水とかいいっていう、なんかトローチとかもあるからさ、はい、そういうのね、結構ね、ずっと舐めてるといいよ。なんかあの続けて、おう、うん、舐めてると結構いいと思いますけど。はい、はい、それ、はい、私が相談受けちゃった。解決しちゃった。すーちゃんは、私なんだろう。え、最近学校から帰ってくると眠いです。眠い、それ悩みじゃないよ。それ早寝早起きすればいいと思う、うん、あ、そうか、速攻解決ですね。早寝早寝、うん、ちゃんと寝て、はい、うん、え、寝てますよ。何時ぐらいに寝るの学生って。何時ぐらい寝るんですか。12時ぐらい。だよね、だよね、やっぱりそうですよね。てっぺんじゃん、てっぺん回ってるやん。はい、セレナは。私も同じぐらいですよ。なんかその日によってです、なんかレッスンとかあるとやっぱり遅くなっちゃうんですよ。でも起きれなくない？何時に起きるの。だって6時とかに起きるんでしょ。起きますね、はい、でしょ。よく起きれるね。起こしてもらってます。だって実質さ、はい、5時間ぐらいしか寝れてないってことでしょ。そうですね、よろしくないよそれ。え、ダメだよ。だってピョンさんもホームライブの時一睡もしないで来てるとか ありましたよね。あったね。ホームライブはしょうがない。本当に台本ってか曲が本当に間に合わないとか、あ、編集が間に合わないとか大変だ。あるけど、でもやっぱそれは大人ですから。あれ14歳。14歳だけど大人ですから、そこはね、大人の事情ってやつですよ。そうです、ね、はい、だからちゃんと寝なきゃダメ。もうだから伸びないんだよ身長。それは違いますよ。背伸びいく、背伸び、背伸びいく、伸びく。そうなの。はずき、はずきは蜂が嫌いなんですけど、最近出始めたじゃないですか。うん、あ、蜂、はい、あ、いきなりなんかこうすごいジャンルに飛んだね。うん、蜂全部の蜂がダメ。もう、はい、全部。クマンバチとか女王バチとか、はい、もうダメ。ダメです。あの、なんか図鑑とか見るとうわってなる。はい、ダメ。私も先生、蜂はもう超嫌だよね、はい、蜂ね、うん、刺されたことはないの。ないです。あ、別にそういうトラウマとかじゃなくて、はい、蜂だけなの。しかも昆虫は好きなんですけど。好きなの？刺すのが嫌なんです。あ、じゃあ、うん、カモムリです。あ、蚊とかそういう被害を与えるものが嫌。はい、蜂が嫌い。蜂って黒好きなんだっけ。そうですね、もう全部ピンクの服とか着ればいいんじゃない。白系の、そうそう、うん、もうあの黒系着ない。ちょっと嫌ですね。え、はーちゃんどっちかっていうと黒系着てるもんね、いつも。うん、それダメだな。蜂をこうあれしてるよ。何ですか。着て着てって言ってるよ。白系の服着る。蜂が来たら全速力で逃げる。なんか蜂の嫌いな匂いとかつければいいんじゃない。あるんですか。あるんじゃない。なんか、ね、そういうとこ行けば、うん、薬局屋さんとかなんかあるんじゃない。なんかさ、吊るさげるさ、あの蚊とかが寄ってこないやつあるよね。あれいつもつけてる。あのなんだっけ、熊よけみたいな。そうそうそう。え、でも今可愛いの売ってるよ。キティちゃんとか確かあったと思う、ね、つけたらいいと思いますよ、そういうの。ピョン様の悩みは。私の悩み、私悩みないのが悩み。だいたいピョン様はかっこいい、なんか二次元のキャラクターがとかだから。そう、液晶から出てきてくれないの。出た。あのゲームでしか会えないんですよ。はい、大好きな人に。最近やれてますか、ゲーム。やれてないですね、最近ね。生誕祭のことで忙しくてね。あ、まあでもあの悩みがないのが悩みですよ、私は。
悩みを作ったら負けだと思うからね。おはい、そんな感じでじゃあ、皆さんのや、はい、お悩みを解決していきたいと思います。はい、はい、まずはじめに小諸市のアッキーさんからいただきました。リーダーほかアップル学園の皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、明日はいよいよ上田でのライブですね。僕も行きたかったのですが、都合で行かれなくなりました。泣き悲しい。でも5月のバルーンフェスティバルあたりでは久しぶりにお会いしたいと思います。明日もぜひ頑張ってきてください。はい、とのことです。お悩みなし、はい、なし、はい、はい、でも行かれなかったんだ。うー、明日そうライブがあるんですけどね、はい、行かれなかったんだって、はい、でも5月のね、昨のイベントには来てくれるみたいです。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。はい、では続きまして、はい、カッパ戦士さんからです。リサピョン、セレナちゃん、スズカちゃん、ハズキちゃん、現地応援団ファンの皆様、スタッフ様、こんばんは。こんばんは。先日のホームライブでは楽しいひとときをありがとうございました。ありがとうございました。はい、で明日は地元上田市を代表するお祭り千本桜祭りへの出演ということで、昨年の千本桜祭りでアップル学園さんのことを知って上田に通うようになって早くも1年。いつも温かく迎えてくれるメンバースタッフ様のおかげで、応援団やファンの皆様はじめたくさんの人たちの交流の輪が広がったこと心より感謝しています。この感謝の気持ちを明日のステージがみんなで盛り上がる、楽しいライブになることを願って、前回と同じくよろしくお願いします。お、来てくれるんだ。多分来れないって書いてありますね。これ残念ながら明日は応援に行きませんが。あー、そうなんだ。はい、はい、楽しみたいと思います。千本桜祭りね。はいはいはい、はい、じゃあ続いては長野ドットノムさんです。はいはい、アップルタイム噛んだね。もう一回、はいはい、アップルティータイムへ、アップルティータイムの皆さんへ、こんばんは。こんばんは。はじめましてじゃないけど楽しませていただいています。はい、ちえちゃん、またちえちゃんまた誰誰に明後日は神さんの姉の次女が夏結婚するから銀行行って お祝い金を下ろしてきたよ。これで残金なしです。はい、誰誰家庭の事情家庭の事情なんか相談来ないね。誰か来ないわ。え、相談ないの？ちょっとはーちゃんないの？先生、はい、ちょっと、うん、ちょっとはい、じゃあ読んでみてください。ケンソネさんからで、はい、こんばんアップル。こんばんアップル。ピカチュウセレチュウさんが漢字に良くて悩んでます。 PS 帽子似合ってます。かわいいスでした。おお、だってあ、帽子かぶってたね。はい、キャスやってて、うん、あのキャスってあのコメント出てくるじゃないですか、うん、で目悪いし漢字がわからないから、うん、この前一番間違えてしまったのはかあの化粧を花粉って読んじゃったんですよ。あれか、あのツイキャスっていうのがね、あのあるんですけど、はい、それ、うん、あの生放送するあのやつなんですけど、はい、それのとこにね、下にコメントが出てくるんですけど、はい、スマートフォンでやるから、はい、見えにくいのは確かにわかるけど、化粧を花粉で、うん、でも最近あれだよね、花粉流行ってるからね。そうですね、花粉って読んじゃって、あ、違う化粧だとか思って、うん、とかなんかいろんなスタッフさんとかに漢字読めなすぎじゃないって言われて、あ、読めなくても生きていけるんで大丈夫ですね。いやでもね、本当にね、あの漢字が読めないのは恥ずかしいですよ。そうですね、私が言うのもなんですけど、ね、はい、あとなんかないんですか、はずきは。あ、またケンソネさんからで、うん、はい、ツイッターで鈴鹿さんのつぶやきを見て感動しました。 お菓子ありがとうございましたってのがすごい美しくて可愛かったです。 お菓子ありがとうございます。これからも写真忘れずにそのまま育ってくださいね。はい、ありがとうございます。いい、ね、そのまま育ってくださいね。はい、はい、お悩み来てた。でも、はい、そのケンソネさんが悩みですが逆に聞いてみたいのですが皆さんの悩みは何ですか、だって。逆に、あ、でもさっき悩み言いましたね。そうですね、はい、あ、セレンダちゃんなんだっけ。私喉ですね。高い声が出ない。高い声が出ない。夜が、あ、違う、何でしたっけ。で学校から帰ってきたから眠くなる。そうですね、うん、ハチは蜂だね。蜂が嫌い。はい、
リサさんは。私は悩みがないのが悩み。ファンの皆様もいろいろあると思うんだよね、うん、まあ、またホームライブとかライブであったら聞きたいと思います、はいはい、あとは待ってくださいね、スーちゃん来てる、はい、ナナエちゃんから。お、ナナエちゃん、はい、リサピョン、セレチュ、スズカちゃん、ハズキちゃん、こんばんは。こんばんは、はい、ユーストリームから見てるよ。お、イエーイ、見てる、ナナエちゃん、イエーイ。はい、先日のライブお疲れ様でした。楽しかったよ。ありがとうございます。ありがとうございます。さて今週のトークテーマ、お悩み、お悩みなんですが、うん、今中学校で部活動新入生勧誘の時期なんですが、うん、どういう感じで勧誘すればいっぱい集まると思いますか。ちなみに吹奏楽部です。おー、はい、なんか楽しいってことをとりあえず伝えればいいんじゃないかな。あれじゃない、あの校門の前とかでさ吹いてればいいんじゃん。そうそう、なんかみんなが分かる曲をさ、あのなんかストリートライブパフォーマンサーみたいな感じでさ。ああ、でもあれじゃないですか、吹いていい場所とかあるじゃん。あ、決まってるんじゃないですか。校内なら大丈夫じゃない。校内のあの下駄箱の前とかで、ちょっと帰らないでみたいな感じで。そうそうそう、すーちゃん手伝ったけど、あのあれでトランペットで、トランペット、バイオリン、バイオリン、間違えた、バイオリンできるんだった、はい、そうよ、バイオリンでなんかセッションしてあげればいいじゃん。あ、そうですね、じゃあ行きますか。呼んでいる。怖い。待って、あれ、あのピアノがいないとできないんじゃん。あ、そうだ、そうだ、じゃあナナエちゃんにやってもらって。そうだ、ナナエちゃんにやってもらって。え、でも勧誘ね、はい、あれじゃない、チラシとか作ったらいいかもしんない。あ、うん、あの放課後みんなでキータイムしましょうっつって聞かせるっつって、うん、これ聞きながらやろう、高いケーキ食べれますよっつって。ダメですね、学校にケーキダメなの、持ってけないの。あ、ダメか、はい、そっか、そこか。あれ、ピョン様の学校大丈夫なんですか。うん、そうですね、あ、ケーキ持ってける。基本なんでも OK なんで。そうなんだ。え、でもナナちゃん中学生だっけ。そうですね、中学生か。やっぱ中学生にいいのはやっぱりなんかもらえるとかじゃない。なんだろう、なんか飴つけた、あ、飴つけた、あのチラシを配る。あ、でもなんか私行ってる中学校で部活説明会とか1年生の時あったんですよ。その時は、ね、その大体みんな吹奏楽とか行くじゃないですか、うん、で吹かしてくれたりとかして、あ、入りたいなって思ってました。そうだね、はい、吹かせてあげる、吹かしてあげる、吹けますよ、体験できますよ、みたいな感じでさ、書いたチラシとか配ってさ、来た人にすっごい優しくしてあげれば多分いいと思います。なんかそれでできるとやっぱ嬉しいじゃん、うん、入りたいなと思ったもん。そうだ、簡単で、もその何分で弾ける曲を吹かせてあげれば、はい、自分できるかもみたいな感じでなるかもしれないね。ちなみに私はサックスをやって吹けました。最初、はい、ドラムやらせてもらいました。できませんでした。でもすーちゃんはね、バイオリン弾けるから、うん、バイオリン弾けるよ、バイオリンね。はい、そんな感じですね。ナナエちゃん頑張って勧誘してね、はい、あの増やしてくださいね。はい、はいはい、そんな感じで皆さんお悩みがそんなにないみたいですね。いいことですけど、はい、でもナナちゃんお悩み解決できたかな。できたかな、はい、そんな感じで次の曲流したいと思います。リクエスト来ていたので流します。ディサピョンのソロでラブラブキュートのハピハピサンデー。
アップル学園応援部のホームルーム。このコーナーではアップル学園応援部の出演情報などをご紹介します。はい、はい、ということで出演情報を紹介していきたいと思います。メッセージでも言ってくださった方いらっしゃったんですけど、4月19日土曜日明日、はい、はい、千本桜祭り、はい、アーティストライブに出演させていただけます。場所は上田市民会館大ホールで行われます。入場無料ですのでぜひ皆さんお越しください。お願いします。久々の上田、そうです ね、 ね、私たちホームライブ以来、そうだね、うん、はい、なんか上田を拠点としてるんですけどね。そうですね、なんかこうやってやっぱり上田市のイベントに呼ばれることはすごい嬉しいですね、うん、はい、毎年呼んでいただいてますね、はい、千本桜祭りは、ね、前の千本桜祭りは初音ミクとコラボして、しし、ね、はい、そうそう、コスプレしたりしたんですけど、はい、今年はどんなことをやるのか かなみたいな感じで、うん、はい、はい、ですけど次の日、4月20日、日曜日新州ガールズ、定期戦7弾に出演させていただきます、はいはい、場所は新州プロレスアリーナです。このイベントでは、群馬のご当地アイドル、はい、心学園さんと、私たちアップル学園が、戦います。そうですね、そう、はい、戦います。あの PR 時間をかけてね、そうですね、そう、戦います。何で戦うのかはまだね、わからない、わからないんですけどね、なんだろう、ダンスかな、なんダンスだったらやりたい、まあ、もちろん多分ダンスと歌は多分こう、うん、お互いにステージがあるから、うん、そうですね、見せ合いっこはすると思うんだけど、うん、それ以外で多分プロレス、プロレス本当に戦っちゃう、ピョン様出すしか、ピョン様出すしか、そうだね、私結構強い系ならいけますよ、はい、体使う系ならピョン様やるしか、やるしか、はい、頑張ります。はい、まあ、そんな感じで、はい、入場2000円で入れますのでぜひ皆さんお越しください。はい、長野のね新州プロレスアリーナです、はい、お越しください、はい、今週だね、そうですね、この2つは今週です、ぜひ、土日休みの方は足を運んでくれたら嬉しいな、はい、そして次の週4月26日土曜日はまた上田市のイベントです。真田祭りに呼ばれております。イエーイ、イエーイ、楽しみ。なんかこう真田幸村をモチーフにした、楽曲を何曲か歌わせていただいてるので、このイベントすごい楽しみなんですよね、はい、なんかこう真田をさ知ってる人ばっかりがいるイベントじゃないですか、うん、真田家ラブな感じのね人が集まってるイベントでやらせていただくっていうのがすごいなんかねドキドキする、なんか、ね、なんか多分歌詞を見て、あ、きっとこれはこういうことなんだろうなって多分みんなは分かると思うんだよね、なんかあの歴女の方に書いていただいた歌詞なので、はい、多分内容も真田家を知ってる方だったらすごい分かると思うので、うん、すごい楽しみです。楽しみ、はい、楽しみ。そしてその同日の、午後に、私の生誕祭をやらせていただきます。4月26日が私の誕生日ということで、はい、リサピョン生誕祭をやらせていただきます。はい、上田市のザ・ロフトさんにて、2500円、前売りが2500円、当日が3000円で入場できますのでぜひお越しください。今日もチケット売ってます。そしてですね、あのこのイベントでは、はい、光の卒業、私2期生の、はい、光の卒業式、そして、ゲストが来てくださいます。一、はい、人はね葵で、もう一人は、スペシャルゲスト、栃木アイドルプロジェクトティップで活躍していた、はい、ユーカリンが、ソロになって復活しております、うん、そのユーカリンが来てくださいます、はい、ぜひね気になった方はお越しください。お願いします。そして、4月29日祝日の火曜日には、はい、群馬で行われます北関東ガールズレボリューションボリューム2に出演させていただきます。こっちはねすごいよね、アイドルさんめっちゃ出るよね、はい、めっちゃ出る、そう、うん、いろんなアイドルさんが出ます。はい、北関東だけではなく多分ねもっと広い範囲のアイドルさんが来て、うん、あのやるイベントですのでぜひお越しください。あのツイッター、この専用のツイッターとかもできてるみたいなので、はい、ぜひ見てください。はい、そして、私たちのホームライブ、この間今年3回目のホームライブがありましたけど、はい、次のホームライブが決定しました。5月17日です。イエーイ、ホームライブ2014ボリューム4が
あります、ぜひ来てください、はい、そしてその次のライブも決定してます、ホームライブ、はい、6月は6月15日日曜日です、はい、はい、ぜひ来てください、お願いします、はい、そして、テレビの情報をもう一個言いたいと思います、5月3日土曜日、はい、ウッピーグランプリテレビ新春さんで4時25分から55分まで30分番組になっております、私が出演していますのでぜひ見てください、お願いします、はい、そんな感じですね、楽しみだね、はい、楽しみです ね、はい、たくさん出演させていただくんですけど、はい、そして、まあ、ここでさっきも言ったんですけど、うん、ピョン様の生誕祭の次の日にですね、私の襲名お披露目ライブがあるので、こちらは新宿ルイドさん警報さんで、無料、そうそう、入場無料ライブをさせていただくんで、そうそう、もしよかったら皆さん来てください、お願いします、はい、そんな感じでさらにねアップル学園成長して いく姿を FM 劇場でも見せていきたいなと思いますので、はい、練習生もね今頑張って私に怒られながら曲を覚えておりますので、はい、怖い怖い、ね、みんなの頑張りを見てもらいたいなと思います、お願いします、はい、そんな感じでね、じゃあここで1曲挟みたいと思います、はい、リクエストいただいております、流したいと思います、中村八重子さんでいいんだよね、いいですよ中村八重子さんで八重子ちゃんの桜草、thank you.
はい、ということで聞いていただきました。はい、すごい癒されるね。そうですね、めっちゃなんか和やかな雰囲気の中うちらはめっちゃくっちゃべってる。鈴鹿が変なんだもん。いや変じゃないですよ、正常ですよ。いや何正常ですってこれが正常。はい、今日電車で来たんだよね。はい、来ましたよ、頑張って。ねよく来れたね。え、超怖かったですよ。行ってくれたら迎え行ったのに。いやでもダメですよ、悪いからなんかあのセレナは昔あの、はい、切符も買えなかったんですよ。あそう言ってましたね。今買えるようになった。あ買えますよ。あ買ってもらってあれか。あまあそんな感じですけど、あのお便り届いておりますので読みたいと思います。はい、リサピョンセレチュースズカちゃんハズキちゃんこんばんは。まわ、はい、今日は4人で豪華ですね。今日はユーストリームで見ています。というのはつるちゃんです。イエイ、つるちゃん見てる。ハロー。さて今日はお悩み相談室ってことですが、オイラの悩みはツインテールが大好きすぎることです。リサピョンやセレチやマーニャやかなこちゃんがツインテールしてるとキュンキュンしちゃうんです。もうやばいです、ツインテール好きが止まりません。どうしましょう。だってツインテ好きじゃ、他にもいろんな髪型好きになればいいと思う。あーそれだけじゃなくて、でもそうしたらもっと困っちゃうよ。キュンキュンしすぎて。あでもツインやっぱ好きな髪型ってしょうがないと思う私は。そう、ね、やっぱ好きな髪型してる女の子見るとドキッとしちゃうもんね。うんだからしょうがないと思う。つるちゃんって外の皆さんからも来てますよ。つるちゃん、はい、見てる。はい、そんな感じですけどもね、なんかあれだね、面白いねみんなの悩みって、うん、だってでも私あれですよ、好きなタイプなんていうの、好きななんとか性格とか、うんうん、髪型とか女の子が全部フィットしてることが、うん、あやばいって思う。あーわかる。すみません先輩超怖いんですよ。怖い怖っ、本当に怖いんですよ。優香の寝顔を見て一緒に寝ようかなってさっき言ってたんですけど言ってない言ってない。本当寝顔が前にも可愛くて優香、うん、の写真撮っちゃって、あ撮ってくれたんだよね、はい、でセレナってでもさ、なんかなんつうの、母性本能あるよねすごく。あなんかなんだろう、結構可愛い子っていうか、うん、幼い子とか見るとなんか燃えてるよね。ひゃーって言ってた。でもなんか保育園児とかそんぐらいの子は苦手なんですよ、うん、なんか扱い方がわからない、そのやり方なんかよくなんて話していいかわからない。あー外の皆さんもうバイバイ。ね、もうねここが閉まってしまう時間なので、外の皆さんとはこれでお別れです。ありがとうございます。そしてエンディングも流れてきました、魂の記憶、ね、これリクエストいただいてたんだよね今日ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかだんだん嬉しいですね、アップルの楽曲も皆さん知ってくださって、はい、なんかすごいかけてかけてってリクエストくれて嬉しいです、うん、ありがとうございます。この曲がね、真田幸村をモチーションにした曲、はい、あともう一曲、一番最初に流した燃えてつわものって曲が真田幸村をモチーフにして、真田幸丸くんっていうキャラとコラボしてるんですけど、はい、はい、真田祭りでも明日の千本桜祭りでも歌いたいと思いますので、はい、ぜひ聴いてくださいね。はい、はい、お願いします。でなんか生で聴いてもらいたいね、こうやって。そうですね、 CD とはやっぱまた違うダンスもつくので、はい、多分全然違うと思う、はい、ぜひ見ていただきたいと思いますけども、はい、はい、すーちゃん今日どうでした。いやちょっとでも慣れたかもしれないです。慣れてきた。ちょ最初は緊張してたけど、うん、後からちょっとテンションが上がってきちゃったんで、めっちゃカミカミだったもんね。緊張してカミカミのスーちゃんでしたけどね今日。でも、はい、あれだよね、スーちゃんって慣れればいいんだけどね。そうなんですよね、本番に弱いタイプなんだよ。そう、あの何回もね、私に注意されてるんですけど治らない。そう治らないね、はい、本番に弱いなあんたはっつって、はい、すごいね何回も泣きましたね。はい。すーちゃんね、ほんと面白いよね。意外に泣き虫だよね。そう、意外に泣き虫。意外に泣き虫、毎回泣いてるよね。練習生の中で一番泣いてるよね。一番泣いてるよね。あ、ほんとですか。ゆうかとか、はずきも結構泣くかな。でも、ゆうかとかはずきとか静かな子のが泣かないかもしんない。ですか？うん。なんか見てるとね、かなことかさ、すずかとかがよく泣く。私に送られてる時、ってさ、なんかこう、こらえてるんだよね。はずきはよく泣くんですけど、泣き止むのが早いんですよ。あ、そうか。早いよね。結構あっさりだよね。醤油とか醤油。
まあそんな感じですけど、せいじちゃんはさ、はい、どうなの、こうやって後輩が入ってきてさ、嬉しいですね。でもただ自分の立ち位置が取られなく取られるようなことだけはないようにしたいと思います。あ、そういうことでね、はいはい、頑張っていきたいと思います。葉月どうでした、今日。この前よりは慣れてきて、うん、よかったな、よかったな、よかったなと思いますか。なんか最後の語尾がないんだよね。だからあっとってます、あっとってます、そんな感じ。まあそんな感じですけど、練習生これからが楽しみです、うん、はい、ね、なんかいいですね、そうやってなんか成長過程が見れる今、うん、ぜひ皆さん応援してあげてください。お願いします。はい、そんな感じで、この番組は第1第3金曜日が生放送、第2第4金曜日が再放送です。次は5月2日19時からスタジオで生放送です。ぜひ来てください。はい、はい、そんな感じで今日も聞いてくださった皆さんありがとうございました。ありがとうございました。